エディオンエディオンウエストデオデオクボマサタカクボマサタカ2月18日隊は日本の実業家エディオン社長サンフレッチ広島会長広島県広島市に生まれるジップは第一産業創業者のクボミチマサ1978年早稲田大学小学部卒業1978年第一産業に入社取締役 常務取締役、専務取締役、副社長などを経て、1992年、代表取締役社長に就任。2002年、エディオンを設立、代表取締役会長に就任。2003年にエディオン取締役社長、デオデオ取締役会長に就任。2004年、暮らしのデザイン代表取締役会長を兼務。2007年、 不祥事により緑殿下役員の隕石辞任を受けて同社会長に就任。2009年、組織改編に伴い、エディオン・ウエスト社長に就任した。一方で1987年から父の道正と財団法人、久保スポーツ振興基金を設立し、広島県内のスポーツ振興を後押しした。また、1998年に経営危機に陥った、 J リーグサンフレッチェ広島の社長に就任し、経営改革を行い2000年度決算で黒字に転嫁。その後も長年にわたり、地元財界とクラブの橋渡しをし、経営安定に努めた。2001年から J リーグ理事。2007年末、広島の J に降格の責任を取り、社長を退任し、サンフレッチェ広島会長に就任。2010年 J リーグ理事を退任。 2012年現在、サンフレッチェ広島会長、広島県スポーツ振興財団理事、広島県サッカー協会顧問、全日本アーチェリー連盟顧問、広島県アーチェリー協会会長、久保スポーツ振興基金評議員。同年、各方面へのスポーツ貢献を認められたことから、ロンドン五輪の聖火ランナーに選ばれ、マンチェスター市内を走っている。 両親と祖父母が1945年8月6日の広島市への原子爆弾投下により被爆しており、久保は被爆二世である。久保は母から地獄のようだと聞いている。久保家は神谷町の自宅で刀剣屋を営んでいたので原爆で従業員も身内もなくなっている。久保は毎年8月5日の夜に平和記念公園を歩いている。久保は自身を 核兵器廃絶を強く言える一人としている。2007年12月8日、サンフレッチェ広島の J1J2 入れ替え戦の第2戦が広島ビッグアーチで行われ、広島の J2 降格が決定した。試合終了後、当時球団社長だった久保はロッカールームに入り、当時監督だったミハイロ・ペトロビッチに直接、監督継続を要請した。 ペトロビッチは降格の責任を取って辞任するつもりだったが、決定直後の状況下で要請してきたクラブの心意気に感動し、継続を決意、異例の監督続投となった。これが走行して、主力の流出を最小限にとどめ、翌年の J2 を接見 J1 昇格、そしてその後のチームの成熟へとつながった。久保は後のインタビューで、 やっているサッカーが間違っていないこと、ペトロビッチが選手に慕われているため、監督を変えることより継続を選んだ、と話している。なお、降格の責任は、クボイカ、フロントスタッフが役員降格等で行っている。ありがとうございます。